はいどうも、おっちゃん保育士坂井です。今回は保育士に復帰を決めて具体的に行動しようとしている方、また時期はまだ先だけど準備を少しずつ始めようかなと思っている方に向けた動画です。今回の動画を最後まで見ることで復帰に向けてどんなことに注意したらいいか分かります。いよいよ仕事が始まるけど何から手をつけていいか分からない方もいらっしゃると思います。そんな皆さんの復帰を後押しできるように全力でお伝えしていきますので、お茶が漏れと思ってくださる方は評価のいいねボタンをよろしくお願いします。それでは今回は保育士復帰に失敗する人の共通点というテーマでお話していきます。結論はズバリ、外堀が埋まってない戦かです。お仕事の復帰を目指す場合、希望の縁を探す前に絶対にやっておかないといけないことがあります。復帰につまずく人はこのやっておかないといけないことをおろそかにしているケースが多いです。ちなみにやっておかないといけないことは主に2つです。1つ目、家族との対話。2つ目、無理のない条件設定です。まず1つ目の家族との対話ですけども、まずパートナーとの合意形成が大切です。そもそも働くことに賛同してもらうことは大前提ですが、働くことで今まで家事や育児に充てられていた時間や体力が仕事に振り分けられます。なので働く前みたいな対応ができなくなるんですよね。仕事をすることでもちろん収入が増えますが、仕事でうまくいかない時に愚痴ることも出てきます。ゆとりがなくなって家族にきつく当たってしまうこともあるかもしれません。そんな時に自分がやるって始めたんでしょみたいな会話が出ようもんならはぁってなります。パートナーが今まで家事に対応してない場合はもちろん対応してもらわないといけなくなります。このあたりの対話をきちんと実施しておけるかどうかがとても大事です。昨今は共働き家庭が増え、家事対応も含め積極的に取り組むパートナーも増えているように感じます。この身近な理解者と丁寧に対話ができていれば安心してお仕事に取り組めます。次に、急な体調不良のサポートをお願いする実家のご両親や親族の方への相談です。ここは結構盲点なんですが、仕事は定年で辞めてるから頼んだらいけるっしょと思ってたら、忙しいから無理と断られるケースがたまにあります。孫嫌いなじいちゃんばあちゃんはいないと思うんですが、好きでも体力的にきつい、自分の趣味に没頭したいなど断られるケースを耳にします。ここはですね、きっちり確認必要です。あと子供たち、年齢にもよりますが、お子さんたちにも働くことを共有しておく必要があります。ママの緊張感を察知して体調を崩すこともあります。子供だからと曖昧にせず、きちんと協力要請をしておくと頑張ってくれたりするもんです。なのできちんとお話ししておいてください。2つ目の無理のない条件設定では、開始時期や勤務時間、頻度など無理のないように条件を設定しておくといいです。当たり前じゃんと思うかもしれないけど、いざ自分になると結構責める方が多いです。まず時期ですが、自分以外の家族の環境が大きく変わる時に自分の復帰を合わせてしまうとスタートがちょっとしんどくなります。例えば進級のタイミングやご主人の転職転勤タイミングなどなど、もちろんですね、無理ではないんですけども、家族も自分も環境を変えると家族全体のゆとりがなくなってしまうので、タイミングは要検討です。例えば入学シーズンの4月5月は様子を見て6月から始めるといった感じでしょうかね。あと時間や頻度もいきなり最大値にしておくのではなく、ほどほどがちょうどいいです。最初無理すると結果休みがちになり現場に迷惑がかかってしまいます。急がば回れで一歩ずつ進んでいってください。いかがでしたか。復帰の時どうしても勤務先のことや自分のことに目が行きがちですが、ましてや身近な人はですね、分かってくれているし理解協力して当然みたいな感じでおろそかになりがちです。まずは外堀を埋める、自分の周りの環境をしっかり整えて復帰に臨んでください。応援しています。最後に、明日から使えるアクションプランをお伝えします。それは、自分の希望条件の優先順位トップ3を決めようです。お給料なのか、通勤距離なのか、人間関係なのか、きちんと休めることか、持ち帰りや残業のありなしか、業務内容なのか、保育館なのか、給食の美味しさなのか。給食大事です。場所も近くて給料も高くて残業もなくて休みやすくて人間関係がいい保育館もバッチリ、もちろん全て100点満点が理想だと思いますが、全てを満たす勤務先を探し出すのはなかなか難しいです。そこで自分の優先順位を決めてみてください。これをやっておくことで必要以上に迷うことがなくなります。ぜひ実践してみてください。今回は保育士復帰に失敗する人の共通点というテーマでお話ししてきました。結論は、外堀を埋めようです。そして明日から使えるアクションプランは、自分の希望条件の優先順位トップ3を決めようです。
今日は保育士に復帰を決めて具体的に行動しようとしている方、また時期はまだ先だけど準備を少しずつ始めようかなと思っていらっしゃる方に向けた動画でしたが、他にもこんなこと聞いてみたいっていう方がいらっしゃいましたら、そのテーマでお話していきますので、お気軽にコメントくださいね。今日なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日ここまで、最後までご視聴ありがとうございました。おしまい。今回もご視聴最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価のいいねよろしくお願いします。また次回も見てください。バイバイ。